どうもダーリンです。よろしくお願いします。今回はソロチャレンジなんですけれども、今朝何時かな ?5 時過ぎですかね。目覚めて、すぐぐらいにやっております。ちょっとやや寝ぼけた声で申し訳ございません。相変わらず目標は1試合1キルなんですけども、アリーナとかね、大会とかイベントとかも将来ちょっと見据えたいなと思っておりますので、そういったね、ルート開拓もやっていきたいなというわけで、引き調理します。で、他の方のね、サベールさんだったかな動画を見て、ちょっとこっちの折り方に、最近興味関心があるんですよね。なので、いきます。で、インゴットはちょっと今4400ぐらいしかないので、まあちょっと無駄遣いしない範囲でね、割られたの?さっきあったよね、タンク。タンク表示されないバグ?え?さっきタンクあったやんな、なんか急に消えたよね。え?タンクは?タンク消えた。マジかよ。ここのタンク消えるとかあるの?さっき画面上出てたやん、これバグでしょ、バグ。ここの100タンク狙いできてるのに、それがないなんてありえない。マジかよ。ここの100タンクがないのはちょっと計算外だな。そんなバグある?割られたわけじゃないでしょ?マジか。あ、人がいるよ。この人がバッタンか。当たんねー。ちょっとあと一発もう死にかけた。もうこの人が終わったんかな。でもシールドなかったよな。やべえ、もう死にかけた。大会でこんなことやってたらダメだ。大会なんて出ないけど。宝箱はないわ。なんか100タンクはないわ。ちょっとやばくない?やばくない?ちょっとやばいな。このシチュエーションやばすぎる。まあ本当はね、アリーナとかでこんなお金使えないんで、こんな立ち回りはできないんですけど、まあちょっとルートの練習点でね。ルート無駄にあるな。それやったら一本サルトにしてよ。やべえな。まあ一応アンツには入ってて、ただバウンティーの一人いるんだよな、敵が。ちょっと、この体力はやばい。シールドもないし、ちょっとこれはやばすぎ。ちょっとどうするこの体力がないのに、こんなにお金使っていいかな。これ敵にデリバリーするだけのパターンな気がするな。宝箱とかないんか。使える日はどうでもいいんだ。ちょっとバンカーチェストのところにキットがないか、ちょっと見に行くか。こういうのとこないのにこっちが早いかな。まあここも乗れないし、ここにねアサルトの弾がちょっとあるかどうかでちょっと運命変わってくるんだよな。バンカーチェストで、きっとないかな。バンカーチェストもない。マジか。これ踏んだり蹴ったりやない。ちょっとやばいな。やばすぎる。この展開やばいぞ。この展開はちょっとやばすぎるな。唯一の救いはアンチだけなんですけど、ちょっとこの展開はやばい。ちょっとやばいな。やばすぎる。この展開やばすぎる。そして車よ、さよなら。ちょっとここに焚き火があったな、そういえば。まあ、焚き火どうこうよりも、まずこの瞬間、あそこの100タンクないのはちょっと計算外だな。困った。宝箱は軒並みないな、なんか。お、切ってもらえた。ちょっと、わずかですけど、語っていきますか。ちょっと気もないんだけどな。やり合ってますなぁ。もう残り25人。早っ。あ、日が消えそう、やべ。ここで。消えちゃったーん。きっとはね、ちょっと残しとこう。使うべきだかな。ここの判断も違うかな。すべてが無駄になる。ここにね、宝箱1個ぐらいあるんですけど、今回ないなぁ。てか、ポーションも早く取りに行かないといけないんで。ここ誰か戦ってたよな、海賊船。海賊船は荒らされてる。荒らされてますね。バンカーチェストもないし、もう、宝箱もないし、踏んだり蹴ったりやん。ポーションぐらい置いといてやろっか。お、行こう。ないかな、はい。多分あるよなぁ。宝箱がね、全然ないよな。おう、マジかよ。ちょっとやめて。ちょっともう、ちょっと心臓に悪いわ。なんで襲ってくんの?もう、きっと使わざるを得なくなっちゃったじゃない。下から行くとダメなんですよね、これ。人が来るから、やっぱ北から行くな。うん。まあ西か。てか、ポーション。ポーションが出ないな。ポーション、マジポーションよ。ポーションマジどこ行った?ポーションがない地獄。もう来てきた。でも、どこかも。ミニポ出ないでしょ。ないよな。あなた、宝箱もっとするんだよな。しない?うるせえ?ないか。
気のせいか。ちょっとアサルトの玉が少ないかな。玉ねぎとか。なんかちょっと宝箱の運がないな。ちょっと立ち回りでカバーできる気がしない。ああ、ミニコがこんなところにいる。残しとくべきやったんかな。宝箱げんやるな。でもアンチが来てんだよな。そう。間に合ってくれ。間に合わへんな。ダメージちょっと食らうか。ダメージちょっと食らっていくパターンか。しっかりも出れへんし、このサクッとし。はい、ダメージ食らったー。まあまあ、でも西から敵もね、来ると思ってないでしょうから。この立ち回りは悪くない。このルートは悪くないよ。よし、11に残り。ただ、アサルトの弾がないよな。キットがある。敵と戦わずして、まあ、序盤いきなり死にかけましたけど、まあまあ、ね、一番やっぱり死、ダメな死に方っていうのが、やっぱり50位から20位の間だと思うんで、それは避けれたのは良かった。やっぱ、初動者しない、このルート開発っていうのは大事ですよね。まあ、武器構成は悪くないんですけど、ちょっとアサルトの弾がないな。アサルトの弾が欲しい。恐竜。おいおい、マジかよ、こいつ。もう、イノシシだと思って。甘く見てた。もう、帰ってダメージ受けたじゃない、肉食べようとして。いいよ、もうサブマシンガンのテストなんて。焚き火しやすいなんてもうないよ。あの家にワンチャンでかくないかな。あるわけないか。これでも西から行くルートあんまり良くないよな。南ルートで行かなかった。まあ、ここまでうまくね、敵を避けて通れたんで、ルートとしては悪くないんでしょうけど、ちょっと、アサルトの弾が少ない。デカポ来い、デカポ来い。デカポ来たー。オッケー、これで最終決戦に挑める。よしよし。でも銃声聞こえないのがなんか不気味なんだよな。これはね、そのままストレートに東に向かうんじゃなくて、これを狙いに来た人を撃ってかいよ。みんな同じこと考えるよね。あ、そっか、ルート上なんか良くないんですよね。ちょっと。これは南から行くべきか。もうイノシシには関わらないぞ。いいね、ここの丘は視線車線を切れて結構いいんじゃないか。あの家いるか。こうたの普通の宝箱だ。お、バンカーチェスト。残念、今欲しいものではなかったです。資材を手に入れたのはでかい。南から近寄ってんのはこれが結構いいんじゃないか。あと3人。敵の位置を把握しろ。敵の位置、アンチに入っておきたいのは山々なんですが、あれ、こもってたりしないよな。最悪、可能性はなきにしもあらず。いないのか。さすがにいたらビビるよ。よしよし。とりあえず安全は確保した。全然確保されてる気しないな。よしよし。じゃあわずかでもね、アサルトはありがたい。あ、あと1対1だ。どこにいんや。あの櫓か。これは、もう撃たれたよな。さて、敵、どこだ。向こうか。お互い移動しなあかんでしょ。多分あっちにいたとしたら。敵の位置がわからないのに動いてはダメ。あれか。あの石やな。やべ、これ動いたら、アサルト先制攻撃いけそう。ここやろ。ここにいるやろ。ほら、やっぱり。あそこで。いや、うまいことしよう。痛い。マジか。ここだ。敵の位置を把握しろ。見えやな。相手の弾もないでしょ、そんなに。見えて。見えて狙ったな。地味。やばい、ドストーン来るぞ。打ち返さないとやられるからな。
ちょっとここは負けたくないぐらい取られてるけど。落として。やったー！やったー！やったー！もうほぼこれはゼロキル。ビクロント行っていいんじゃないですか？ダメか、ダメか。でもこれ立ち回りで、なんとか行ったでしょ。敵と遭遇しない立ち回り。これはアリーナを想定した勝ち方じゃないでしょうか？ダメ？ダメか。うん。まあ、僕の中では満足です。やりたかったことはできたんで、敵と遭遇せずに、アンチ移動に対する考え方とかね、なんか、ちょっとギリギリ、ちょっと危なかったですけどね。やった！というわけで、立ち回り練習の回でした。以上です。ありがとうございました。